こんにちは、スーです。今回はファロー視聴症について3分解説していきたいと思います。ファロー視聴症とは、耐性期の円錐動脈管中隔の変異によって、その病名の通り、これら4つの症状が生じる病気です。肺動脈の流出部が狭くなる肺動脈狭窄、心室を隔てる心室中隔の欠損、大動脈が左右の心室にまたがって生じる大動脈騎乗、左右の圧負荷が均等になることによって生じる右室肥大の4つの症状がメインとなります。続いてファロー視聴症の症状と検査所見について説明したいと思います。症状ですが、スライドに記載の年齢からチアノーゼ、無酸素発作、バチ指、虚損といった症状が出ます。バチ指とは慢性的な低酸素によって指がバチのようになる症状です。虚損は歩行可能年齢の時に歩いたり走ったりしたりする途中にしゃがむ姿勢をとる特徴的な状態です。検査所見としては、聴診において第2から第3肋間胸骨左円で収縮雑音が、心電図では右軸変異と右室拡大の所見が、胸部 X 線では木の靴のような形をした心陰影が見られます。その他合併症としては、二次性の赤血球増加や感染性心内膜炎が見られます。続いて、ファロー視聴症の治療について説明します。ファロー視聴症は、すべての症例で手術適用があり、根治手術として心内膜修復術を行うことが原則となっています。根治手術では、心室中隔の閉鎖や右室流出路の形成を行います。根治手術を行えない症例では、補足的手術として、ブラロック透視皮手術を行います。これは、鎖骨下動脈と肺動脈のシャントを作る手術で、この手術の後に適応時期を見て根治手術を行います。外科以外の治療としましては、無酸素発作に対し、鎮静、酸素投与、強失位、ベータ遮断薬などの治療を行います。予防として、ベータ遮断薬、鉄剤を用います。ここで注意すべきこととして、ファロー視聴症は、ベータ刺激薬、ジギタリスが禁忌となっています。最後に、ファロー視聴症の病態整理について少しだけ詳しく解説したいと思います。ファロー視聴症は、大動脈騎乗が生じることにより、心室中隔の欠損と、肺動脈の狭窄が生じます。これら2つが生じることにより、左右の心室圧が等しくなり右室肥大、右から左のシャントによる酸素の体循環量が減少することによって生じるチアノーゼが生じます。また、右から左へのシャントにより肺血流量が減少し、肺動脈の低形成が生じます。肺への入ってくる血流量が減るわけですから、肺から戻ってくる肺静脈量の気来量も減少し、左室の低形成が生じます。このように流れで覚えておくと、ファロー視聴症は覚えやすいのではないかと思います。今回のファロー視聴症の解説はこれで終わりです。Thank you for watching and please subscribe.